信心深い女たち外囲いの堀に立て増しをした木造の回廊の下には今日は女ばかりが二十人ばかりも押しかけていた彼女らはいよいよ長老様のお出ましと聞いてこうして集まって待ち構えているのであった同様に長老を待ちながら 上流の婦人訪問者のために設けられた別室に控えていた地主のホフラーコは夫人も回廊へ出た。それは母と娘の二人連れだった。母なるホフラーコは夫人は、富裕な貴婦人で、いつも赤抜けのした服装をしている上に、年もまだかなり若い方で、少し顔色は青いけれど、非常に愛嬌のある人で、 ほとんど真っ黒な目がひどく生き生きしている。歳はまだせいぜい三十三だが、もう五年ばかりも前からご家になっている。十視になる娘は足痛風を患っていた。この不幸せな娘はもうこの半年ばかり歩くことができないため、車のついた長い安楽椅子に乗せてあちこち引き回されていた。 その美しい顔は病気のために少し痩せてはいるけれどニコニコしていた。まつげの長い暗色の大きな目にはなんとなくいたずららしい光があった。母は春頃からこの娘を外国へ連れて行く気でいたが夏の領地整理のため時期を遅らしてしまったのだ。母娘はもう二週間ばかりもこの町に滞在しているが それは神信人のためというよりはむしろ所要のためであった。しかし三日前にも一度長老を訪れたのに今日また突然二人はもう長老がほとんど誰にも会えなくなったことを承知しながら再びここへ出向いてもう一度偉大な治療師を拝む幸福の恵まれんことを嘆願したのである。長老が出てくるのを待つ間 母夫人は娘の安楽椅子のそばの椅子に腰掛けていたが、彼女から二歩ばかり離れたところに一人の老僧が立っていた。これはこの修道院の人ではなく、あまり有名でない北国の寺から来たそうである。彼も同じように長老の祝福を受けようとしているのだ。しかし、回廊に姿を現した長老は、 そこを通り過ぎてまっすぐにまず群衆の方へ進み寄った。群衆は低い回廊と庭をつないでいる三段の階段を目指して詰め寄せた。長老は一番上の段に立って袈裟をつけると自分の方へ押し寄せる女たちを祝福し始めた。と一人の疲れた女が両手を取って前へ引き出された。 その女は長老の姿を一目見ると何やら愚かしい叫び声を立ててしゃっくりをしながらまるで強風患者のように全身をガタガタ震わせ始めた長老がその頭の上へ餌を乗せて短い祈祷を唱えると病人はたちまち静かになって落ち着いてしまった今はどうか知らないが自分の子供時代には 村や修道院でよくこんな疲れた女を見たり噂に聞いたりしたものである。こういう病人を教会へ連れてくると道内に響き渡るようなけたたましい叫び声を上げたり犬の吠えるような声を立てたりするが生産が出てそのそばへ連れて行かれると付き物の行はすぐやんでいつでも病人はしばらくの間落ち着くものだった。 こうした事実は子供の自分をひどく驚かせた。しかしその頃、地主の誰彼や、ことに町の学校の先生などに根掘り葉掘り聞いてみたら、あれは仕事をするのが嫌であんな真似をするだけで、適当な非常手段を用いさえすれば、いつでも根絶することのできるものだと説明して、それを裏書きするようないろいろの診断を持ち出して聞かせてくれた。 ところが後日、専門の医者から、それは決してお芝居ではなくて、我がロシアに特有のものらしい恐ろしい婦人病だと聞いて、二度びっくりした次第である。これは我が国農村婦人の惨憺たる運命を説明する病気で、何ら医薬の助けを借りない無茶な難産をした後、あまりに早く過激な労働につくことから生ずるものであるが、 その他、か弱い女性の常として、とても耐えられるものでない、絶対絶命の悲しみとか、切感とかいうようなものも、その原因になるとのことである。病人を生産のそばへ連れて行くや否や、今まで荒れ狂ったり、ジタバタもがいていたものが、不意にケロリと治る不思議な事実も、それはただのお芝居で、 ことによったら、マイスどもの手品かもしれぬ、とのことだったけれど、これも多分極めて自然に生じたことであろうと思う。おそらく、病人を生産のそばへ連れて行く女たちと、ことに病人自身が生産のそばへ寄って頭をかがめさえすれば、病人に取りついている悪霊が、どうしても踏み応えることができないものと、一定の真理か何ぞのように信じきっているのであろう。 それゆえ必然的な治癒の奇跡を期待する心と、その奇跡の出現を信じきっている心とが、生産の前にかがんだ瞬間、神経的な精神病患者の肉体組織に非常な激動を引き起こすのであろう。かっこ、いな、引き起こすべきである。かようにして奇跡は、わずかの間ながら出現するのであろう。 長老が病人をけさで覆うや否や、ちょうどそれと同じ奇跡が起こったのである。長老のそば近くひしめいていた多くの女たちは、その瞬間の印象に呼び覚まされた感動に随気の涙を流した。中にはその放映の端でも接吻しようとして押し寄せるものもあれば、何やら教問を唱える者も,もあった。 長老は一同を祝福して二三の者のと言葉を交わした。疲れた女は彼もよく知っていた。これはあまり遠くない修道院から六エールスターほど離れた村から連れられてきたので以前もちょいちょい来たことがあった。ああ、あれは遠方の人じゃ、と決して歳をとっているわけではないが恐ろしく痩せ放けて 日に焼けたというではなくて真っ黒な顔をした一人の女を指さして彼は言った。その女はひざまずいてじっと目を据えたまま見つめていた。その目の中にはなんとなく放栄の色があった。遠方でござりますよ、神父様。遠方でござりますよ。ここから二三百エルスターもござります。 遠方でござりますよ、神父様。遠方でござりますよ。と、首をふらふらと左右に振るような塩梅ばいに、手のひらへ片方を乗せたまま、歌でも歌うように女は言った。その口調がまるで愚痴をこぼしているようであった。民衆の間には無言の、どこまでも辛抱強い悲しみがある。 それは事故の内部に潜んでじっと黙っている悲しみである。しかしまた鉢切れてしまった悲しみがある。それは一旦涙とともに流れ出すとその瞬間から愚痴っぽくなるものである。それはことに女に多い。しかしこれとても決して無言の悲しみより忍びやすいわけではない。愚痴というものはひときわ心を刺激し、 かきむしることによってようやく悲しみを紛らすばかりである。こうした悲しみは医者を望まないで諦めきれぬ苦悩を餌食にするものである。愚痴とはひたぶるに傷口を食い裂いていたいという要求にほかならない。町屋のご神ろうな、と後期の目で女を見つめながら長老は語を継いだ。 町のものでございます、神父様。町のものでございます。農家の生まれではございますが、今は町方のものでございます。町に住まっておりますんで、お前様に一目お目にかかりに参じました。お噂を聞きましたのでな。小さい男の子の弔いをしておいて巡礼に出たのでございます。三所のお寺へお参りしたところ、 私に、ナスターチャ、こちらへ、つまりお前様のことでございますよ。こちらへ行ってみろ、って教えてくれましたので。こちらへやって参じまして、昨日は宿屋に泊まりましたが、今日はこうしてお前様のところへ参じましたんで。何を泣いておいでじゃな。せがれがかわいそうなのでございます、神父様。 三つになる子供でございました。丸三つにたった三つ足りないだけでございました。せがれのことを思って苦しんでおるのでございます。それもたった一人後に残った子でございました。二キーとかとの間に四人の子供を設けましたが、どうも私どもでは子供が育ちません。どうも、神父様、育たないのでございます。 上を三人亡くした時にはそれほどかわいそうにも思いませなんだが、今度の末っ子だけはどうにも忘れることができません。まるでこう目の前に立っておるようでどかないのでございます。まるで胸の中も干上がってしまいました。あれの小さい着物を見ては泣き、シャツや靴を見ては泣くのでございます。 あの子が後に残していったものを一つ一つ広げてみては、おいおい泣くのでございます。そこで連れ合いの2期とかに、どうか巡礼に出しておくれと申しましたのでございます。連れ合いは馬車屋でございますが、さほど暮らしに困りませぬので、神父様。さほど暮らしには困りませぬので。一人立ちで馬車屋もいたしておりまして、 馬も車もみんな自分のものでございます。けれど今となってこんな心情が何の役に立ちましょう。私がおりませんではきっとうちの二木とかは無茶なことをしているに違いありません。それはもう確かな話でございますよ。以前もそうでございました。私がちょっと目を離すとすぐもうぐらつくのでございますよ。 でも今ではあの人のことなど考えはいたしません。もう家を出てから三月になります。私はすっかり忘れてしまいました。何もかも忘れてしまって思い出すのも嫌でございます。それに今更あの人と一緒になったところで何といたしましょう。私はもうあの人とは縁を切ってしまいました。誰とも縁を切ってしまいました。 自分の家や持ち物なんぞ見たいいとも思いませぬ。何にも見たいとは思いませぬ。のうおっかさんと長老が口を切った。昔の偉い聖人様がお前と同じように寺へ来て泣いておる母親をご覧になられてな。それはやっぱり神様に召された一人子を思って泣いている母親じゃったのじゃが。 成人様の言われるには、一体お前は小さい子供が神様の前ではわがままいっぱいにしておるということを知らぬのか幼い子供ほど神の国でわがままいっぱいなものはないのじゃ。子供らは神様に向かって、あなたは私たちに生命を恵んでくださったけれど、ちらっと世の中を覗いただけでもう取り上げておしまいになった。 などとだだをこねて、今すぐ天使の位を授けてくだされとせがむのじゃ。じゃによってお前も喜ぶがよい。泣くことはないのじゃ。お前の子供は今神様のおそばで天使たちと一緒に暮らしているのじゃから。こうその昔、成人が泣いておる母親を悟された。 それは偉い成人のことじゃから間違ったことを言われるはずがない。そなたの子供も今はきっと神様の御座所の前で遊び戯れながらそなたのことを神様に祈っておることじゃろう。それじゃによってそなたも泣かれずに喜ばねばならんのじゃ。女は片手で甲図絵をつきながら節目になって聞いていた。 彼女はほーっとため息をついた。それと同じことを言って、ニキイとかも私を慰めてくれました。お前様のお言葉とそっくりそのままでございました。わけのわからんやつじゃよ。何を泣くことがあるんだ。うちの坊やも今頃はきっと神様のそばで天使たちと一緒に歌でも歌っておるに決まっておるよ。連れ合いはこう言いながら、 そのくせ自分でも泣いておるのでございます。見るとやっぱり私と同じように泣いておるのでございますよ。で、私はそう言ってやりました。お前さん、それはわしも知っているよ。あの子は神様のそばでなくては他にいるところはありませんさ。けれど今ここにわしらのそばには一緒におらん。 前のようにここに座ってはおらんだもの、とね。本当に私はほんの一遍きりでもあれが見とうございます。ほんのちょっとでよいからあれが見たいのでございますよ。そばへ寄ったり声をかけたりできなくてもかまいませぬ。あれが以前のように古外で遊んでいるところやこちらへやってきてあの可愛らしい声で、母ちゃんどこにいるのって呼ぶのを どこかの隅に隠れておって、ほんのちらりとでも見たり聞いたりしとうございます。あの小さい足で部屋の中を歩くのが聞きとうございます。あの小さい足でことことと歩くのをたった一度でも聞きたい。以前よく私のところへ走ってきて、叫んだり笑ったりしましたが、私はたった一度あれの足音が聞きたい。 どうしても聞きたいのでございます。けれども神父様、もうあれはおりません。あれの声を聞くときはもうございません。これここにあれの帯がございますが、あれはもうおりません。もうあれを見ることはできません。あれの声を聞くことはできません。彼女は懐から小さな組紐の我が子の帯を取り出したが、 それを一目見ると、両手で顔を覆って、身を震わせながら泣き崩れた。そして、不意にほとばしり出た涙は、指の間を伝って流れるのであった。ああ、それは、と長老が言った。それは昔の、ラケル我が子らを思い嘆きて慰むことを得ず、何となれば子らはあらざればなり、とあるのと同じじゃ。 それが、そなたたち母親のために置かれた地上の隔てなのじゃ。ああ、慰められぬがよい。慰められることはいらぬ。慰められずに泣くがよい。ただ、泣くたびごとにたゆまず、そなたの息子は神様のお使いの一人となって、天国からそなたを見下ろし、そなたの涙を見て喜んで、 それを神様に指さしておるということを忘れぬように思い出すがよい。そなたの母としての大きな嘆きはまだ長く続くけれど、やがてはそれが静かな喜びとなり、その苦い涙も静かな感動の涙と変わって、罪庄を払い心を清めるよすがとなるだろう。そなたの子供にエコーをして死んぜようが、名前は何と言ったのじゃな アレクセイでございます、神父様。良い名前じゃ。アレクセイ孫者にあやかったのじゃな。孫者でございます、神父様。アレクセイ孫者でございます。それは何という清い子じゃ。エコーをして死んぜよう。エコーをして死んぜるよ。それから、そなたの悲しみも祈祷の中で告げてあげようし、 連れ合いの息災も祈ってあげよう。ただ、連れ合いを捨てておくのは、そなたの罪になるのじゃ。かえって面倒を見てやりなされ。そなたが父親を見捨てたのを天国から見たら、その子はそなたたちのことを思って泣くじゃろう。どうしてそなたは子供の冥福に傷をつけるのじゃ。その子供は生きておるのじゃよ。おお、生きておるとも。 魂は永久に生きるものじゃもの。家にこそおらねど、見え隠れにお前方のそばについておるのじゃ。それなのに、そなたが自分の家を憎むなぞと言ったら、どうして子供が家へ入ってこられよう。お前方二人が父親と母親が一緒におらぬとしたら、子供は一体どちらへ行ったらよいのじゃ。今、そなたは子供の夢に苦しんでおるが、 連れ合いのところへ帰ったなら子供が穏やかな夢を送ってくれるじゃろう。さあ、おっかさん、帰りなされ。今日すぐ帰りなされ。帰ります、神父様。お前様のお言葉に従って帰ります。お前様は私の心を見抜いてくだされました。あの愛しいニキとか、お前さんはこの私を待ちかねていさっしゃろうな。 ニキイとか、さぞ待ちかねていさっしゃろうな。と、またもや女は終端を繰り返しそうになったが、長老はもう別の老婆の方へ向いていた。それは巡礼風ではなく、町の者らしいなりをしていた。その目つきから何か用事があって相談に来た者らしいことが、それと伺われた。彼女は遠方から来たのではなく、 この町に住んでいる菓子のやもめだと名乗った。息子のワーシェンカというのがどこか被服省あたりに勤務していたが、シベリアのイルクーツクへ出向いてそこから二度手紙をよこしたきり、もう丸一年も頼りがない。老婆は問い合わせもしてみたが、正直なところどこへ問い合わせたらいいかもわからないのであった。ところがつい先頃、 ステパニーダ・イリーニシナ・ペドリアーギナという金持ちの商家のおかみさんが、プロ滅ぶな、いっそ息子さんの名前を過去帳へ書き込んでお寺様へ持って行ってお経をあげておもらいよ。そうすれば息子さんの魂が悩み出してきっと手紙をよこすようになるよ。それは厳禁なものでこれまでもたびたび試されたことなんだから。で、そうステパニーダさんが言うんですけど、 私はどうかと存じますんで、神父様、一体本当でございましょうかそんなことをしてよろしいものでございましょうかそのようなことは考えることもなりませぬぞ。尋ねるのも恥ずかしいことじゃ。第一、生きておる魂を、それも現在生みの母が供養するなどということがどうしてできるのじゃ それは大きな罪で妖術にも等しいことじゃ。ただ、そなたは何も知らなんだのじゃから是非もないが、それよりもすぐに誰にでも味方をして助けてくださる聖母様にお祈りをして、息子の息災でおりますように、また間違った考えを起こした罪をお許しくださりますようにとお願いした方がよろしいぞ。それからプロを滅ぶな。 わしはそなたにこれだけのことを言っておこう。その息子さんは近いうちに自分で帰ってくるか、それとも手紙をよこすに決まっておる。そなたもそのつもりでおるがよい。さあ、もう安心して帰りなされ。そなたの息子は息災でおるのじゃよ。おありがたい長老様、どうかあなた様に神様のお恵みのありますように。 本にあなた様は私どもの恩人でございます。私ども一同のために、また私どもの財庄のために、代わって祈ってくださるお方様でいらっしゃいます。が、長老はもう自分の方へじっと注がれた、痩せ衰えた肺病闇らしいまだ若い百姓女の熱した二つの瞳を群衆の中に認めていた。 彼女が無言のまま見張っている両目は何か願うもののようであったが、彼女はそばへ近づくのをおじを恐れているような様子だった。そなたは何の用で来たのじゃな私の魂を許してくださいませ。低い声でおもむろにこう言いながら、彼女は膝をついて長老の足元にひれ伏した。神父様。 私は罪を犯しました。自分の罪が恐ろしゅうございます。長老は一番下の段に腰を下ろした。女は膝をついたままその傍らへにじり寄った。私は五毛になって三年になります。女はブルブルと身を震わすようにしながら囁ささき声でこう言った。 私は嫁に行って辛い辛い思いをいたしました。連れ合いが年寄りで、ひどく私をぶち弔着いたしましたのでございます。それが病気で寝つきましたとき、私はその顔をつくづくと見ながら思いました。もしこの人が良くなって起きるようになったらどうしようかと。そのとき、あの恐ろしい考えがふと私の心に浮かんだのでございます。 お待ち。そう言って長老は耳を女の口の間近へ持って行った。女は低い囁き声で殺気を続けたので、ほとんど何一つ聞き取ることができなかった。まもなく女は話し終わった。三年になるのじゃな。三年目でございます。はじめのうちは何とも思いませなんだが、 この頃はブラブラ病にかかるほど気が塞いで参りました。遠方かなここから五百エルスターでございます。残悔の時話したのじゃな話しましてございます。二度も残悔をいたしました。生産はいただいたかないただきました。恐ろしゅうございます。死ぬのが恐ろしゅうございます。 何も恐れることはない。決して恐れることはない。くよくよすることもいらぬ。ただそなたが残悔の心を衰えぬように死さえすれば、神様は何もかも許してくださるのじゃ。それに、真実心に後悔しておるものを神様が許してくださらぬような、そんな罪行は決してこの世にあるものではない。また、あるべきはずもないのじゃ。 それにまた、限りない神様の愛をさえ失ってしまうような、そんな大きな罪が犯せるものではない。それとも神様の愛でさえおっつかぬような罪でもあるというのか。ひたすら怠りなく懺悔精進して恐ろしいという心を追いのけるがよい。神様はそなたの到底を考え及ばぬような愛を持っていらっしゃるぞ。 たとえ、そなたに罪があろうとも、そなたの罪のままに、そなたを愛していらっしゃるということを信じなされ。一人の悔い改めむる者のためには、十人の正しき者によってよりも、天国に喜びは増すべけれと、昔から言ってある。さあ、帰りなされ、恐れることはない。人の言うことを気にしたり、無別に腹を立てたりしてはならぬ。 死んだ連れ合いがそなたを恥ずかしめたことは一切許して、心底から仲直りをするのじゃ。もし後悔しておるとすれば、つまり愛しておるのじゃ。もし愛しているならば、そなたはもはや神の子じゃ。愛はすべてのものをあがない、すべてのものを救う。現にわしのようにそなたと同じく罪深い人間が、 そなたの身の上に心を動かしてそなたを憐れんでおるくらいじゃもの。神様はなおのことではないか。愛はまことにこの上もない宝で、これがあれば世界中を買うこともできる。自分の罪は言うまでもなく、人の罪でさえあがなうことができるのじゃ。さあ帰りなされ、恐れることはない。 彼は女に三度まで十字を切ってやり自分の首から製造を外してそれを女にかけてやった女は無言のまま地にぬかづいて節をがんだ長老は立ち上がると血のみごを抱いた丈夫そうな一人の女を機嫌よく眺めるのだったウィシェゴーリエから参じましたよそれは 六エルスターからあるところを子供を抱いてさぞくたびれたじゃろう。何のようじゃなお前様を一目拝みに参じましただ。わしはようお前様のところへ参じますだにお忘れなされましただかね。わしを忘れなされたとすりゃあ,あんまり物覚えの栄えお方ではないと見えるだ。村ではお前様がわずらっていなさる中根だで、 ちょっとお見舞いにと思って参じましただ。ところが、お目にかかってみれば、何のご病気どころか、まだこの先二十年でも生きなされますよ、本当に。どうか息災でいておくんなさりますし。それに、お前様のことを祈っておるものは大勢ありますだで、お前様が煩いなどなされるはずがござりましねえだよ。いやいろいろとありがとう。 ついでにひとつちょっくらお願いがござりますだよ。そうら、ここに六十カペイかござりますだで、これをわしより貧乏な女御衆にくれてやってくださりますし、ここへ来てから考えましただ。長老様に頼んで渡しておもらい申した方がええ。あの方は誰にやったらええかようご存じじゃからとな。ありがとうよ、神さん。ありがとう。 わしは、そなたの美しい心がけが気に入った。必ず、その通りにして死んぜよう。抱いておるのは娘かな娘でござります、長老様。リザベータと申しますだ。神様が、そなたたち二人に、そなたといとけないリザベータとに祝福を垂れたまわんことを。ああ、おっかさん。 そなたのおかげで心が晴れ晴れしてきましたわい。ではさようなら皆の衆。さようなら大事な愛しい皆の衆。彼は皆のものを祝福して一同に丁寧に会釈し,した。